皆様どうも、ゆうたでございます。こちらは世界一の乗降客数を誇る大ターミナル新宿。この新宿駅には山手線の他に中央線各駅停車、中央線快速、埼京線湘南新宿ライン、相鉄直通線などが乗り入れております。そのうちの埼京線にとても面白い運用がありましたので、今回はその列車に乗っていこうと思います。その列車と言いますのがこちら、発車表に記載されております新宿駅始発埼京線各駅停車池袋行きでございます。いろいろと突っ込みどころがありますが、この列車一駅で完結する運用になっております。このような列車が設定されるからには何かしらの理由があると思いますので、実際に乗ってなぜ設定されたのかを考えていきたいなと思います。まあそんなことは言ってもね、あの発車表が間違って表示している可能性だってあるわけですから、実際にね列車が来るまでは本当に新宿始発の池袋行きなのかわかりませんよね。というわけで E233系がやってきました。前面の行き先はしっかりと各駅停車池袋となっておりました。それでは乗車しましょう。側面表示こんな感じになってます。始発の時点でもう終点の駅がね表示されているという、なんとも面白い光景が広がっております。ドア上の LCD はもう中身がね薄いですよね。一区間ほんとこれなんてね、めちゃくちゃ情報量少ないですよね。ちなみに乗車した車両はこちらです。この列車の2分前に快速川越行きが発車するということで、発車1分前くらいになっても車内に人はそこまで乗ってきません。副都心間の移動だったらね、最適な環境で移動できますよね。さあ列車は少し遅れて新宿を発車。反対側のホームに止まっていますのは定刻だと20分発車の各駅停車大宮行きです。各駅停車ということもあってか、ホームでは乗らずに湘南新宿ラインの列車でしょうか、それを待っている方がいらっしゃいました。この列車は埼京線各駅停車池袋行きです。次は終点池袋です。今ですね、自動放送が流れたわけなんですけれども、この列車は埼京線各駅停車池袋行きです、次は終点池袋ですと案内がありました。めちゃくちゃ面白いですよねこの放送。まあ確かに先ほど言いましたように、新宿始発の池袋行きの放送はとても珍しい気がしますが、そもそもですねこの埼京線埼玉に行かないんですよ。埼京線という路線名の由来は埼玉と東京を結ぶことです。しかしながらそれはあだ名みたいなものであって正式な路線名ではないんですよね。細かく分けますと、大崎から池袋までが山手線、池袋から赤羽までが赤羽線、赤羽から大宮までが東北本線となっております。そのためですね、この各駅停車池袋行きは山手線内完結の列車ということになりますので、埼京線であって埼京線ではない、山手線であって山手線ではない、そんな異質な列車となっております。この動画の冒頭でこの列車は
一駅で完結と述べましたが、先ほど新大久保駅を通過しました。これは一体どういうことなのでしょうか。関東圏の鉄道に詳しい方であればわかると思いますが、一般的な山手線と現在この列車の走っている山手線は同じ名前なんですけれども別物なんですよね。一般的な山手線は山手線なんですけれども、この現在走っているこの線路はですね、山手貨物線となっております。まあややこしいことなのですが、中央線の快速列車と各駅停車みたいな、そんな感じの立ち位置になっております。そのため山手線の駅を通過しても山手貨物線には駅がありませんから、一駅で完結をする列車と言えます。こちらの駅は山手線の目白駅、珍しい単独駅となっております。そのこともあってか、山手線内の駅では高輪ゲートウェイ、うぐいす谷に次いで3番目に利用者が少ないみたいです。2022年度のデータですと、1日の平均乗車人員は3万840人。これを多く見るか少なく見るかは人それぞれですが、乗車人員で3万人を超えているということは、単純計算で2倍いるとして、乗降客数は6万人近くいるんですよね。恐るべし山手線という感想になりました。まもなく池袋終点ですという放送がありました。本当に一駅で終点となってしまうみたい。ではなぜこの列車が走るようになったのでしょうか。乗客数を見ましても回送列車でも十分なはずなんですよね。ただ新宿と池袋を移動したい方は大勢いると思いますので、その方へ向けてより多くの選択肢を提案しているのではないかなと思いました。まあ少し回りくどい言い方になりましたが、簡単に言えば回送列車で走らせんのはもったいないから、人が乗りそうなところは営業しようという、そういうことなのかなと思いました。というわけで今回は埼玉に行かない埼京線の列車に乗ってきました。土休日ダイヤに1本しか存在しませんから、皆様も狙って乗ってみてはいかがでしょうか。こういう少数派の列車と言いますのは、ダイヤ改正を乗り越えるか不安な部分もありますから、早めに乗っておくのがいいと思います。チャンネル登録や高評価、共有等していただければ幸いでございます。年内に1000人行きたいなと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。